はい、ということで、ファーストプリキュールです。よろしくお願いします。ということで、1曲目なんですけれども、新曲で11分曲になってまして、名前がですね、ダンスオブエターニティっていう、まあちょっと特殊な新曲、本当に11分ぐらいある、なんかちょっと面白い曲なんですけど、ちょっと分ける曲っていうよりかは、こういったなんかちょっと変態チックっていうんですかねなんかちょっと変わった曲がたくさんやってますので、よかったらこの先も聴いていっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますということで、まあこれから3曲ぐらい続けてやらせていただくんですけど、そっちは分けるかな。1曲目は分けると思うので、よかったら、手拍子とかおいおいとかやっていってください。よろしくお願いします。ということで聴いてください。Thank you.
Thank you.
ていただいてもう3年、4年くらいになるんですけれども、初めの方にですね、上野公園で定期的にライブをさせていただいておりまして、4年前かな、それくらいかなちょっと何年前か覚えてないんですけど、初めは8人ぐらいでファーストプリケールっていうグループが8人いたんですよ、初めに。で、その後にどん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 いろんなことが起きて4人になっていって、どん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 いろんなことが起きていって、ついには1人になっていって、なんか3、4年前はたくさん人がいたのに、このステージ上に私一人だなっていう気持ちになりながら、さっきちょっとそこのステージ裏でぼーっと上を見てたんだけど、なんかこの4年ぐらいいろんなことがあって、アイドルキャンパスというものもいろんなことがたくさんあってですね、これでとりあえずアイドルキャンパスというものが終わりになるのかな、上野公園改修工事に入る一応定期公園っていうものがなくなって一区切りになるなっていう大事な場面で、一応ね一番最後に、わがままを言って最後やらせていただきました。本当にありがとうございます。いやもうね、来年の夏ぐらいにはまた改修工事が終わるらしいんですけど、まあね、その頃にまたやるのか、また別のところでやるのかまだわからないけれど、また会える時が来たらまた楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ということで、最後にちょっとしんみりした曲を1曲新曲やらせていただきます。ちょっとね不安だから歌詞見ながらやるから。では最後に聴いてください、パートオブサマス。
以上、ファーストプリクエルでした。ありがとうございました。